あ、お疲れです。お疲れ様です。聞こえてますか？あ、聞こえてます、聞こえてます。ああ、よかったよかった。はい。お家ですか、それ今。お家じゃないです、病院ですね。なんで病院行ってるんですか。いや、ちょっとコロナになっちゃって。39度ぐらい上がって、ちょっと病院行ったんですよ。そしたら、インフルエンザの検査は陰性だったんですけど、PCR も受けようってなって、一応唾液も検査して、次の日結果が出るんですけども、もしかしたらコロナかもねって言われて、お医者さんから、こんなに熱あるのにインフルじゃなかったから、次の日電話来まして、陽性になっちゃいましたね。そうですね。だから僕も今濃厚接触者なんで、僕も2週間外出 NG ですね。そうだったんですか。すみません、本当、もう本当に迷惑かけちゃって。仕方です。もうこれ申ばっかりしは仕訳な方いでないです。す。社長は大丈夫ですか？社長さんはもう発症前だったんで、なんとかセーフみたいな。その3日前ぐらいまで、ちょっと危ないって言われたんで、一応社長入ってないって感じですね。なるほど。はい。体調はどんな感じなんですか？いや、一応自宅でですね、最初。ホテルに多分搬送されると思うんで、みたいな。コロナ感染者用のホテルがあるんですけど、そのコロナ感染者用のホテルが今空きがないから、ちょっと待ってくれと。で、自宅でちょっと待機してくれって言われて、毎朝かかってくるんですよ、保健所の方から。で、今日の体調いかがですかって。コロナかかった段階から毎朝かかってくるんですよ、体調の確認。で、その日は朝から39度あって。で、もうちょっと体熱くて、もうここにいたらもう死ぬんじゃないかと思って。で、飯も喉通らんまで、もう頭はぼーっとするわで。それを言ったら、それダメじゃないの、危ないよって言われて。そんな言い方されてますか？で、それならあれだよ、ホテルじゃなくて病院行かなきゃダメよって言われて、病院の方に運ばれることになって。今熱どんな感じなんですか？今熱はだいぶ引いて、さっき測って36.4とかですね。めっちゃ下がりましたね。めっちゃこの病院の薬がめちゃくちゃ効いて、そうなんや。また夜になったらまた上がってくる可能性もあるし、昨日で何度だったんですか？昨日の夜中にまた39度になって、で、ちょっとナースコールで看護師さん呼んで、で、ちょっと解熱剤もらいまして、で、それ飲んだら、体中から汗がもうすごい出て、それで36.5ぐらいまで落ちまして、おお、落ちたな。めちゃくちゃすごいんですよ、この薬が。あとやっぱ快適っすね。病院の方が快適。あの家より。お家より。あんな家に戻りたくねえもん、もう。マジで。とりあえず元気なんですね。元気というか、まだ大丈夫っちゃ大丈夫。そうっすね。まだ大丈夫っちゃ大丈夫っすね。じゃあよかったです。何人部屋なんですか？一応4人1部屋みたいで。今隣に患者さんいるってことですか？今電話の専用ルームに案内されたんで、そうなんですよ。で、僕一人しかない。今、隔離中みたいな感じ飯とかどうしてるんですか？です。飯はもう朝、昼、夜、全部病院の方から出していただいて、量は少ないんですけど、味うまいですよね。渋谷区あるんですね。ありますね。食欲だけはあるから。食べることしかないんでね、楽しみ。何ずっとなんか座ってんすか？ずっとベッドですね、ほぼ。何してんすか？いや、もう何もできないですね。やっぱりたまってはいますけどね。マジで。ずっとスマホいじるぐらいですか？スマホいじってるけど、Wi-Fi が飛んでないんで、そんなにいっぱいできないっていう。なので、ちょっと寝てるか、ちょっと考え事するか、ネタ考えるかとかですね。データ考えてんすか？考えてないですね、全然。うわぁ。で、しかもあの部屋じゃねえ、あの家じゃダメだよ。やっぱ暖房ないんだから。
ふざけんな、マジで。もう、なんであんな部屋選んだんだろう。マジで。二度と帰りたくねえ、あんな部屋。コロナ、本当に皆さん気をつけてくださいね。チャンネル登録、お願いします。